あこんにちはどうぞお入りくださいあ、こんにちはアンチエイジングについてちょっとお話聞いてもよろしいですかあ、はいもちろんいいですよアンチエイジング<う>気になりますよねチラッチラふくらはぎはめっちゃむくんでますよ 意外とふくらはぎのマッサージって効くんですよえーそうなんですかなんやこの人私の聞きたかったことちゃうんですけど聞く人間違ったわほんまに足がむくんでる人って足だけではなく顔もむくみやすい方が多くて二重顎や 目の下にできるたるみができやすくなっている方が結構多いんですよちょっとしたたるみがあると老けて見えますよねおおなるほどむくみやすい体質の方って新陳代謝が低かったり膵臓が弱っていたり冷え症で血液の循環が悪い方が結構いらっしゃるんですよそして代謝が悪いと 疲れやすいし、太りやすいっていう厄介な体質にもなりかねないですよ。そして簡単にむくんじゃうじゃないですか。一日中経って仕事してると夜にはパンパンになってくるし、ファーストフードやインスタントフード、しょっぱい系をついつい食べ過ぎてしまったり、寝不足だったり、運動不足の人は 筋肉が衰えて肌にも張りがなくなってむくみやすい体質になる原因にもなります。運動とかストレッチをしていないとふくらはぎの筋肉が落ちて足の血液を心臓に送り戻す機能が低下します。そして冷え、女性に多いですよね。むくみによって足の毛細血管まで血液の循環がしにくくなって さらに冷えて血行が悪くなりリンパの流れも滞ってしまいますへえー、そうなんですねめっちゃ私やんそうや足首が太いのも長いことを放っておいてるやんハイヒールも履けへんやと自分で突っ込みまくって何もせえへんかったわあとは生理によってもむくみますよね ホルモンの影響なんですが、黄体ホルモンというホルモンの分泌量が生理の前になると多くなるんですよ。あと、女性は妊娠するとめちゃめちゃむくみますよね。特に足が重いとか疲れやすい方が多いです。全体的にむくみやすい方は脂肪が落ちにくい体質にもなりかねないんですよ。 でもそれってあまり意識しないっていうかむくんでいるのが当たり前になって何もしない方がほとんどですよねそうなんですねなるほどです私今足パンパンやでふくらはぎってめっちゃむくむじゃないですか結構皆さん と言っちゃってますがそれを取ってあげると血行にもリンパにも健康維持にもアンチエイジングにもつながってくるのでふくらはぎのマッサージをおすすめしています重力があるので下に下がって血液を揉んで上に上げるとすごくいいですよむくみっぱなしにするとどんどん足が太くなってしまう可能性もありますやばっ マッサージを受けるのが一番いいんですがふくらはぎはご自分でもケアできますしストレッチもふくらはぎのひらめきを伸ばすようにコツコツ自分で気がついた時に伸ばしてあげるとむくみ防止につながりますマッサージは夜寝る前にもできますしお風呂に入っている時とか下から上に手で流すように 5分間くらいいいだけでもいいでもすよ。あと綿棒みたいなスティックがあると簡単にご自分でケアできておすすめですよケアをすればするほどお顔がすっきりしてきますし血行が良くなってお顔にも栄養が行きやすくなりまた余分なたるみの原因となる脂肪が取りやすくなってお顔の表情も明るくなり続けていると ご自分でも実感できると思いますよ。私もアンチエイジング、全身マッサージトリートメントをするとき、下半身のマッサージはアンチエイジングと関係あるんですかとよくお客様から聞かれますが、全身マッサージをすると体のコリア、疲労感の軽減やエネルギーの循環、そしてリンパの流れも良くなり、めちゃめちゃおすすめです。 お肌にいいエッセンシャルオールを使うのでツルツルになりますよ。すごいですね。そういえば慣れないパンプスを履いて足が棒になったりパンパンになってそのまんまにしていましたが自分でもストレッチやマッサージやいろいろできるんだなぁと知ってはいましたがやっていない自分がいました。お話聞けて本当に良かったです。 ありがとうございました。ああ、い,いえ、こちらこそ、ありがとうございました。